5日午前、茨城県と石川県でそれぞれ震度3の揺れを観測する地震がありました。例の地震も津波はありませんでした。こらの地震の直後に、気象庁は関東地などに緊急地震速報を発表しましたが、なる地域でほぼ同時に発生した2つの地を、一つの地震として解析したことが原ではないかと見て調べています。5、午前11時2分ごろ、茨城県沖の深、4、キロを震源とするマグニチュード4、4、地震があり、茨城県神栖市で震度3、U を観測したほか、茨城県と千葉県、木、群馬県、それに福島県の各地で震度2、1の揺れを観測しました。また午前、1、2分ごろに発生した、富山県西部の、座、0キロを震源とするマグニチュード、9の地震では、石川県の七尾市と十能町で震度3の揺れを観測しました。伊豆の地震も津波はありませんでした。片戸町、2つの地震が発生した直後の午前、1時2分に、関東地方や福島県で強い揺れが予想されるとして緊急地震速報を発表しました。気象庁は異なる地域でほぼ同時、発生した2つの地震を、1つの地震とし、解析したことが原因ではないかと見て調べています。首都圏各線は一時的に緊急地震速報が発表された影響で、首都圏の私鉄各線と地下鉄では、多くの線で電車が緊急停止しましたが、安全が認されたため、現在は、ほぼ平常通り、殺しているということです。また西武池線では、この影響で上下線合わせて4本、運休したということです。ドコモ綱、ニクク、NTT ドコモによりますと、地震速報が発表された後、茨城県をとする関東エリアで、一時、通信が都度、したため携帯電話が通じにくい状況になったということですが、現在は回復したということです。一方、KDDI とソフバクは、午前11時半現在、携帯電話、